んばんは、桂由美マギーズサロンにようこそ。この番組はブライダル業界のグレートマザー桂由美先生をスーパーエディターとして、ブライダルのお得な情報や素敵な恋のお話を皆様にお届けする番組です。さあ、本日も東京恋コンアカデミーの時間がやってまいりました。宇田さん、こんばんは。こんばんは。はい、東京恋コンアカデミーということで、はい、このコーナーではリスナーの皆様方から恋愛の相談などをお受けしていこうと、はい、バシバシ、はいはい、アドバイスをいただこうということで、はい、その前にちょっとウェクサさんが婚活セミナーが行われるんですね、はい、そうなんですね、はいはい、題して1年以内に結婚したいあなたへ、はい、ということで、これ結婚でして、はい、要はですね、先に宣伝しましょうか、はいはい、12月12日、はい、土曜日、はい、13時から14時30分なんですが、はい、表参道の、マリミという私が、経営しております結婚相談所のサロンの方でセミナーをやっております。で、こじんまりとですね、顔は本当に若い距離でやりますので、はい、まあ、大体10名様定員10名様なんですが、男女ともにお受けいただいて、お一人様2000円で2000円で、はい、このセミナーというのは、はい、こうなんか質問をしたりとか、ですね、まあ、大体90分も一人で喋るんです。で、その後に、はい、質問どうぞと。ただですね、皆さんとってもこうご自分のプライベートなことなので、皆さんが聞いてるところでは質問出てこないんですよね。なので終わった後、予約なり入れていただいて、カウンセリングという形で個室でお話を伺います。その1年以内に結婚するためには具体的にどうしたらいいんだろうということをお話しされるということですかね。で、男性でも女性でも参加いただけるということで、2000円で12月12日13時から90分間ということで、表参道のマリミーの方で、はい、さらにお越しいただければと思います。そして12月1日にもうすでに本がこちらでございます。また出たということで。そうなんです、はい、いくつになっても結婚できる女、はい、結婚できない女、カリスマ婚活アドバイザーが教える完全必勝マニュアルということですね。はい、牧野、はい、出版から出たですね、はい、発売されたということで、1400円に消費税いただきます。はい、これは女性に送る本っていうことですかね。これはですね、タイトル通りなんですが、具体的にファッションとか、はい、うん、婚活のファッションとか、はい、それから、ヘアスタイルとかっていうのをイラストが入って、はい、ご紹介してます。で、要は、まあ、ここに書いてあるんですけど、結婚したいのなら女優になります。ほう、要はですね、はい、その模様も鎧がついて、うん、男性社会の中でバリバリ働いてる女性たちっていうのが、はい、なかなかその可愛らしくなんかできないわよとか、うん、なんで男性に媚びを言わなきゃいけないのっていう風な反発があるわけですよ。なるほど、はい、だったらもういいよと、できないんだったら女優になってやってちょうだいと、もう演じなさいと、そう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 、いうことなんですかね。そうなんです。大体ではアラサーアラフォーに送るという本になりますね。はい、はいはい、恋愛力ゼロの女子でも必ず結婚できるというノウハウがこの中にぎっしりと詰まっております。はい、はい、ここまで親切な驚きのメソッド、うん、ファッション、コーデから仕草に、はい、言葉遣いまで、そうなんですね、はい、全て、はい、もう結婚したいならこういう人になりなさいということを一つ一つ書いて教えてくれる。ぜひ本屋さんで探してみてください、はい、もしくは Amazon で、 Amazon でも、はいはい、お買い求めいただける、はい、ということでね、ぜひこちらの方法、ね、はい、こちらの方と書いてあるんですかね。これからお話ししていくのは、誰でもいつからでも恋愛結婚ができる女性になるためのとっておきなメソッドです。普段バリバリ働いているあなたからすれば抵抗を感じてしまうところもきっと多々あるに違いません。でも騙されたと思ってやってみて、つべこべ言わずに実践あるのみと。はい、やってもらわないことですね、はい、眺めていただければダメです。はい、結婚したいなら女優になりなさいということですね。はい、はい、またね、今日も相談が来ましたよ、番組宛てに。楽しみですね。はい、はい、今日は女性から来ました、うん、都内在住の37歳の女性から、はい、毎週楽しく聞いていますということで、植草さんに質問ですということで、ちょっと私からのつぶやきということで今回いただいたんですけれども、先日お見合いをしました。お見合いをした男性は41歳で、このお便り寄せられた方は37歳です。
お見合いの中で男性から君はそろそろ子供は無理かもね、うん、僕は若いパパになりたいんだよねと言っていました。こんなやつクソくらいと思いましたが、植草さん、私の間違い、考え間違っていますかと。はい、はい、もうね、クソくらえばいいでしょ。はい、ということで。要はですね。まあ、そうですね、37歳の女性と41歳の男性がお見合いされて、はい、まあ、男性の方から、うん、その、君はそろそろ無理ともねと、うん。でも僕は若いパパになりたいと。うん、はい。まあね、ここではですね、その37歳の女性に対して暴言ですよ。そうですね、でも41歳なんで決して若いパパ、うん、そうでもそうそうそう、自分のことを棚に上げ、うん、41になってる、自分のことを棚に上げ、うん、37歳の女性に対して、うん、君はもうそろそろ何でしたっけ、子供が子供は無理かもね、そういう決めつけてるような暴言じゃないですか、うんうん、で決して41で結婚して子供が生まれて若いパパではないわけですよ。どちらかというと、はい、初老ですよね、うんはい、初老、うん、勘違い、うんね、大きな勘違い、うん、一体あなたは何歳ですかということですね。こういうふうにね、うん、お見合いでこう男性から言われたら、うん、女性はね、うん、どんなふうに受け答えをしたらいいですかね。そうですね、うん、その方はクソくらいですよね、クソくらいとおっしゃったかわかんないですけど、まあ、間違ってるんですかね、みたいな、我慢したんでしょうね、多分ね、そうでしょうね。我慢したから、はい、友達にね、はい、投稿いただいたんだと思うんですが、気が強い女性だったら、うん、そこで反抗しとか反発しますよね、反論しますよね、うんうん、その場でね、うん、その場でね、失礼じゃないですか、うん、っていうふうに言うと思うんですけど、まあ、我慢したんでしょうね、まあ、優しい方なんでしょうね、はいはい、まあ、苦笑いするしかない、うん、そのお見合いが潰れてもいいのだったら、まあ、それは無理じゃないですかっていうのも一つですけど、はい、そのお見合いをどうしたいかですよね。おそらくどうにもならないと思うんですけど、もしね、こう言われてもちょっと魅力的だなというふうに、うん、この37歳の女性の方が思ったら、うんうんうん、どうしたらいいですか、ね、もう思ったらもう我慢の忍耐の忍ですよね、うん、で男性も要は、バラキがない場合もあるんですよ。そうですね、うん、あまりこう考えずにちょっとなんとなく悪気はなかったのかもしれないですね、はい、そうなんですね、うん、だからそこのところは正直真意はわからないので、うん、まあ、本当はまあお見合いの場所でね、そういうことを言うことは本当はいけないんですよ、うん、ルール違反です。あ、そうなんですか、はい、お見合いのマナーというのはいろいろありますから、その年齢のことをね、分かっているので、すでにお見合いの時にはその診療所なりプロフィールを公開しますから、そうですね、お相手の年齢は分かってますもんね、はいはい、でそれ分かっているのに会っていて、さらにそこでお家をかけて、その子供さんのことを言うっていうのはやっぱりルールにはまないですね。で、まあ彼女としてはそこでカチンと来たんでしょうけど、もし素敵な方でだったらそこはまあ聞かなかったふり、聞こえなかったふりして、聞こえなかったふりをして、スルーして、うん、もしまあお付き合いまで行って、うん、時に気心知れたらいいわけじゃないですかね。例えばね、お見合いの中でちょっと気になることが、うん、例えばそういったことがだったりとか、はいはい、そういうことがありましたと、うん、例えばその植草さんのところのね、会員さんがおっしゃるとするじゃないですか、はいはい、でこれが気になったんですけどどうですかっていうふうに植草さんのところに例えば会員さんが言ってこられたとしたら、どんなふうにお答えするんですか。もうね、その場にないのでね、分からないですけど、うん、いろんなことがあるんですよ、はい、そんなこと言われたのってこともあるし、うん、大したことないじゃないっていうこともいつのことのことではないっていうこともあるし、はい、あるので、うん、なんともまあアドバイスその言葉で分からないんですけど、はい、まあ、女性に対してすごくこう思いやりを持ってくれれば一番いいんだけれども、うん、例えば以前こんなことがあったんですよ。44歳の女性が、はい、まあ、お見合いに来まして、ええ、そしたら男性がまあ50何歳だったんですよね、はい、最近アラフォーの結婚多いですから、はい、でそしたら座って、はい、すぐに「あなたさ」って男性ですよ、はい、男性が「そろそろ親の介護じゃないの？こんなところでお見合いしてる暇あんの？」あなたもね、そう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 、うん、あなたもね、うん、で要はそれなんでそんなことを言うかっていうと、うん、そういう暴言を吐く人っていうのは大体想像していた女性の目の前に来なかったってことなんですよ。あ、イメージ、うん、自分のイメージしていた女性像ではなかった、
そういう変なことを言っちゃって人を傷つけちゃうところとか、嫌味というか嫌がらせというか、うん、そういうことをする男性は結構多いです。そのお見合い の, そのルールとしてね、その失礼なことを例えば相手に言われたと、うん、そしたらあの結構ですって言って帰ってきちゃってもいい、うん、よかったりするようなんですか、うん、あの通常は我慢しますよね。通常はやっぱり大人ですから、うん、そのまま押しちゃう場ですし、我慢しますけど、よっぽどだったら、あの私では力不足のようですので、うん、今日は失礼させていただきますね、言って帰られたらいいんじゃないですかね。力不足、うん、あそうですね。でもお見合いの場とかだったらもうそれ以上ね傷ついて、まあ話も進まないんであれば、うん、もうその先はないわけですから。そうですね、うんうん、でそれでもし男性がえ何かって思ったら、うん、まあ申し訳なかったですって謝罪があるかもしれないし、はい、なんでこんなことで起こるんだよってことになったら、うん、もう元々は合わないですよね。なるほど。じゃあこの37歳の女性も、まあ、ちょっとぐっとこらえてね、その場は頑張ったでしょうね。あのね、でもやっぱりまあ間違ってないと、うん、この男性が良くないと、はい、次いた方がいいっていうことですかね。そうですね、はい、まあ元々ね、41歳で若いパパになりたいっていうのはちょっともうどうなんですかね。おじさんの年齢は止まったんですね25歳ぐらい、まあね、あの41歳でも若々しい方はたくさんいらっしゃるのでそういうことがおっしゃりたいのかもしれないですけど、ね、まあでもね、幼稚園のお子さんがね、うん、いる頃には50近くなるわけですよ、うん、そしたらあのおじいちゃんって言われる年齢、うん、なんとかちゃんもね、この方もね、若いパパとかいうよりもね、うん、若々しいパパになりたいんだよねとかだったらまだね、うん、お話が良かったんでしょうけど ね、まあでもね、こういうふうにまあこのように ね、まあ、あの皆さん の、ね、あのお悩みやつぶやきなどたくさん、受け付けておりますので、はい、Eメールの方は info@792fm.com info@792fm.com、 ファクシミリの方は東京0356340792、東京0356340792、はい、この番組かつれみまぎずサロン東京恋文アカデミーのコーナーまでぜひとも、はい、つぶやきやご質問などお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、では今日はこの曲を聴いてお別れいたしましょう。パーソナリティは木月理恵でした。シャイニングクリスタル K です。それではまた来週。